庄司芽衣です。中井ゆりです。新井ひとみです。山辺美優です。東京自主流です。この動画は結成11年目になる東京自主流がさらなる成長と新たなファンの方を獲得するためにさまざまな企画に挑戦していきます。今回はあの企画をもう一度やります。萌えキャー、はい、まだあの萌えの回がですね、なんか再生回数がやっぱり多かったんですね。そうなんや。そう、そうで、すごい神企画みたいな、かわいいみたいなコメントをたくさんいただいたので、もう一回萌えをやりたいと思います。はい、はい、萌え20連発20連発って20連発どういうこと、ね、萌えをもう連発でドドドドドドンってもう大渋滞させて、もうやばいじゃん。で20連発とは言ってもシチュエーションというか、こういった場合に萌えをっていうちょっと用意していただいてるんで、はい、それに沿って皆さん萌えを出してください。はい、はい、これから出される萌えのお題はその場でメンバーに知らされ即興で演じます。メイから行こうか。はい、行きます。20連発ってちょっとなかなかやんないです。もう心ここにあらず。ねえねえ、チャンネル登録してお願い。かわいいですね。ポンポン行くんじゃないの。ポンポンで。女子流の可愛い顔がいっぱい見れるからチャンネル登録して。チャンネル登録して私たちだけを見てね。チャンネル登録しないと損しちゃうからしてね。損しちゃうかな。違う違う、苦手な人にやらせる企画じゃないの。そうでしたね。だから、キスはあげない。あなたのためだけにこの曲歌います。聴いてください。ミユさん、曲名が恥ずかしいよ。そうだよ、いいよ、ちょっと待って。そういうことかと思ってた、私も。ほんと、うん、だってユリの感じで考えてたから頭おかしい人みたいな。キスはあなたのためだけに歌います。多分ずっと好き。待って、ごめん、同じなんだけど。萌えのレパートリーがみんな一緒。思考回路が一緒で1個しか引き出し持ってないから。あなただけのために歌っちゃうよ。光よ。だから、だから、ね、光よで燃えない。ヒューパン、ヒューパン、いいね。好き。いや、絶対聞こえない、絶対聞こえない。ヒューパン。あの花火みたいに弾けるあなたの笑顔が大好きです。おー、キューパン。また来年の花火も一緒に見に来ようね。はい、終わり。ねえ、私のキュン返せ今のね。終わり。ねえ、一緒に行こうよ、お兄ちゃん。23ですよ。何をやらせるんですか、本当に。本当に。お兄ちゃん、あのお化け、うちのお母さんより怖い。一緒に行こうよ。え？え、割と良かったと思うんだけど。お兄ちゃん、
私の王子様になって一緒にお化け屋敷入ってなんで王子様、ね、ちっちゃい声でなんでってね、やめてよ。兄ちゃん私は怖くないんだけどさ、一緒に入ろう。終わり。はい。一口ちょうだい。メイやんそれ。メイやん、たまに聞くメイやんそれ。あ、それ美味しそう。一口ちょうだい。リアル。リアル。いいなぁ。私のもあげるから、一口ちょうだい。おいしそうだなぁ。全部ちょうだい。ちょっと全部私誰か食べてると食べれないから、うん、そう、もう全部あ、そうか、めっちゃ面白いね。全部というわけで、はい、今すごい勢いで萌えを20連発していったんですけど、はい、20個も持ちネタもやばいネタが身についたということで、いや、はい、なんかでも面白いね。こうやってなんかあのシチュエーションがあると、うん、なんかいろんなバリエーションがあるにもかかわらず被るっていうそうだよね。曲紹介とかね。そうなんですよ。またなんか違うやつでやってみたいね。やりたいんですか？ねえ、なんでなんでやろうよみんなで。しばらくは萌えはちょっとしばらくお休みかなと思うんですけど、期間が早い、出し切ったのでね。はい、はい、皆さんもこの萌えを感じてこの1年頑張ってくれたら嬉しいなと思います。次回はね、また普通の東京自主流に戻ってあれお会いしましょう。はい、以上東京自主流でした。バイバイ。見てくれてありがとう。この動画が面白かったらいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくね。 Twitter や Instagram もやってます。